こんにちは。こんにちは。アレンジボイスです。皆さんはまとめ買い好きですか？先日有名なね、外資系スーパーコストコ行ってまいりました。いやアメリカでしたね。治外法権ですよ。もう治外法権外務省関係もうありとあらゆる全てがアメリカでした。カートがまずでかい、すげえでかい。カートこんなでかいカートどうすんだっていうようなね、そういうカートね。でっかいお父さんハンバーガーとか食いながらこうやってあれしょ、オレンジジュースとかこういうボトルで売ってたやつ。そうだよ、タンクで一斗缶でガロンですねそういう感じです。あんなん食ってたらね、それは体ね、でっかくなるよ。あんなすごい量だよ。皆さん食生活どんな感じですかね。どうですか、アメリカ人の食生活。和食が一番です今世界で注目されている和食、和食の旨味成分が3つあって、それが非常にね、日本独自のものだということで、いろいろ話題になってるそうです。3つもあるんだ。フランスとかそういう食の都でね、旨味、それについてはまた今度というわけで、みんなもまとめ買いいかがでしょうか。 Wi-Fi に喋ってなかったコストコについて一言。ないですよ。まとめ買い。コストコについて。コストコについて。グミが結構。なんもないです。